橋本康子は、日本の元女子陸上競技長距離走、マラソン選手、福島県本宮町出身、2009年4月に結婚、2010年1月に長男が誕生している。診療情報高等学校、東京女子体育大学出身、1998年日本生命へ入社、同社陸上競技部に入部する、2002年陸上部の廃止により、 同年サミー陸上競技部へ移籍。2000年の世界クロスカントリー選手権代表53位。同年世界ハーフマラソン選手権代表9位。香川丸亀ハーフマラソンでは2003年と2004年に2連覇を果たしている。2003年9月のベルリンマラソンでは2時間26分台の記録でフルマラソン初優勝となった。2004年の アテネオリンピック女子マラソン選考代表レースである同年3月の名古屋国際女子マラソンでは大きく期待されていたが中盤で先頭集団から遅れて12位に止まった。翌2005年の名古屋国際は4位ながらも2時間25分台をマークマラソン自己ベスト記録となった。5年連続5回目の出走となる2007年の名古屋国際女子マラソンではレース終盤で 昨年覇者の広山春美らとデッドヒートとなったが、ゴールまで残り 1km を過ぎた後に、橋本自らのラストスパートで広山を引き離して、念願の国内マラソン大会初優勝を果たした。この結果により、同年9月開催の世界陸上大阪大会女子マラソン代表に初めて選出となった。世界陸上女子マラソンの本番レースでは、 優勝したキャサリンヌデレバのすぐ後ろについて序盤から徹底的にマークしていたが中間点を過ぎてから遅れ始め結局23位に終わる。翌2008年の北京オリンピック女子マラソン代表選考レースである名古屋国際にエントリーしていたが左膝の故障により欠場したため北京五輪も断念となった。セガサミーが2008年3月31日付限りで 陸上部配部となったのを機に第一線から退いた。セガサミー大社後の現在はスポーツインストラクターなどで活動中。ありがとうございます。